毛達と関羽がいなくても劉邦は劉備に処刑される運命だった。建安24年219年に関羽は宋人を攻めますが、背後を孫権に突かれてピンチに陥ります。関羽はすぐに劉邦と毛達に助けを求めました。劉邦は劉備の養子です。だが二人は平定したばかりの土地であり、城を空にすることは危険であるから援軍を拒否。客観的に見ると正しい判断です。ところが拒否の結果関羽は戦死、二人は劉備から莫大な恨みを買います。その後毛達は魏に逃走、劉邦は処刑されました。ところで劉備はなぜ劉邦を養子にしたのでしょうか。今回は正史三国志をもとに劉備が劉邦を養子にした理由について考察していきます。劉邦の甥。まずは劉邦が何者なのか説明します。正史によると劉邦の本名は項邦であり、調査の劉氏の甥と記載されています。劉邦伝だけを読んでも調査の劉氏が誰かさっぱりわかりません。調査の劉氏は劉邦という人物です。彼は慶州の長官である劉表の一族、劉表配下でも勇猛な武将として知られており、孫策も彼に苦しめられました。ただし孫策配下に太子寺が加入して以降はほとんど前線に出なくなったようです。太子寺の方が武力・統治能力のレベルが上だったからです。第一線から退いた劉邦はその後調査の統治を任されていました。このことから調査の劉氏とは劉邦のことを指すとわかります。血筋は遠いですが劉邦は劉表と親戚関係とわかります。劉備と劉表の自称漢王朝の末裔。それでは劉備はなぜ劉邦を養子にしたのでしょうか。劉備が劉邦を養子にした正確な時期は不明ですが、養子に入った理由が劉備に跡継ぎがいなかったことになっているので、劉禅が生まれる建安12年207年より前ということになります。しかし養子だったら部下の関羽、張飛、張允からもらえばよいはず。どうしてわざわざ劉表の親戚をもらったのでしょうか。私は劉備が自称していた漢王朝の末裔にあると思います。建安6年201年、曹操に敗北した劉備は劉表が統治している慶州に保護を求めます。この時期から劉備は漢王朝の末裔というブランドを使用し始めますが、使っていたのは中山聖王劉璋の末裔ではありません。劉備が自称していたのは林遊侯劉福の末裔でした。劉福は前漢の調査帝王劉発を先祖とする人物です。面白いことに劉備は慶州に来るまでは漢王朝の末裔と自称した形跡はないのですが、慶州亡命以後はその件を公にしている形跡があります。いきなり出てきた末裔話を信じる人はいません。ところが不思議なことに慶州の知識人の間ではこれが当たり前のように認知されていました。なぜでしょうか。謎を解く鍵は劉表にあります。劉表が末裔を自称する六教王劉予という人物が劉発と兄弟関係だったのです。劉表も宇治素性が不明な人物で有名ですが、この件が正しかったら劉備と劉表はご先祖が兄弟関係なので二人は血筋がかなり近いことになります。もちろん二人が主張している末裔が本当の場合ですけど、劉邦を養子に当然劉表というパトロンがいれば劉備の自称漢王朝の末裔は世間にあっさりと通るはずです。だって二人とも嘘をついているのですから。劉備の主張をさらに強固にするために持ってきたのが養子作戦でした。確証はないですが劉備と劉表で考えたのでしょう。しかも劉備の先祖の土地である調査から持ってくればバッチリ。その白羽の矢が立った人物が劉表の遠縁にあたる広報。結局彼に待ち受けているのは悲劇的な未来でした。劉備のブランド力アップのために使われて劉邦もかわいそう。三国志ライターアキラの独り言。劉表は劉備の力を警戒していたという資料が廃少子の中に残されていますが、これは後世の作り話と言われており、資料の信憑性に関しては疑問視されています。三国志演義の影響のせいなのか、劉表は凡人でダメな男というレッテルを貼られています。だが私は間違ったことと思います。宇治素性もわからない自称漢王朝の末裔の男が地元の豪族知識階級を手なずけて
約20年も慶州を統治したのはすごいです。もし劉備が彼の部下になっていたら、天下統一も夢ではなかったかもしれません。